はいどうも、テンプスランプチャンネル始まりました。テンプスランプの土橋弘樹です。さあ、前回1レースから4レースまでご覧いただけたかと思いますが、終始がね、もうこちらの方に出てると思います。はい、これをね、なんとか巻き返せるように5レース以降頑張っていきたいなと思いますので、ぜひね、ご覧ください。頑張っていきたいと思います。5レース、思想の見た目なんですけれども、2と3が、ね、結構よく見えましたね。まあ、永井選手2-9出てるんですが、ちょっと怪我明けということもあって、もしかしたらこのですね、大穴が出るかもしれません。とても期待してね、ちょっと2と3から仕掛けていきたいなと思います。5レースね、買いました。5レースはね、もう大穴狙いです。大穴狙いましたよ。大穴として5番の小林瑞希選手のところから1-2-3-6-7-8-0と、2の頭の3-4-5-0と、3の頭の2-4-5-6-0、1の2-5の前、もうめちゃくちゃ点数、買ってしまいました。もう賛否両論あるかと思いますが、もう荒れてるんでね、ここまでなんか永井選手怪我明けということで、あんまり調子良くないんでね、穴が出ると見て、5レース点数をね、多めに買ってみました。ということで5レースね、見ていきたいなと思います。よし、5レースね、スタートしましたよ。さあ、どうなる。1がいった。あ、永井さんもいってる。まずい。永井さんがいってる。永井さんがいってるよ。あ、金子さんもいってるのか。まずいぞこれ。永井、あ、7が来ちゃった。あ、まずいぞこれ。さんは買ってないよ。あー、まずい。また外れた。これまた外れちゃった。1-3-7-1の逃げ切りか。1-3-8か。さあ、永井選手が上がってくる。2周で、おーおーおーおお、なんだこれ。さあ、ここで永井選手入ってくるか。ああ、頭だ。8-1-8-7までいっちゃうか。なんだこれ、永井選手の頭か。はい、5レースね、写真判定の結果8-7-1ということで、またまたね、満車券になっちゃいましたね。あ、今日はちょっとなんか流れが良くないんでね、なんとか6レース当てていきたいなと思います。6レース、思想の見た目なんですが、1号車が結構よく見えましたね。あと中村雅人選手もよく見えました。あと5号車の藤岡選手もインコースも当てて、結構いい感じだなって気がします。まあ、展開的に有利なのは、3号車の浜野純選手なのではないかなと思っておりまして、浜野純選手を絡めた車券をね、買っていきたいと思います。6レース、車券買いました。3号車の浜野純選手のところから3-1-4-5-7-8と、1の、岡谷選手から1-2-3-4-5-0通りということで、はい、内枠勢に期待して買ってみましたということで、6レースの方ね、見ていきたいと思います。はい、6レースね、発走ですよ。さあ、スタートしました。
ハーマンの選手遅れた。うわーマジかこれ、マジかよこれ。ハーマンの選手スタート遅れてしまった。あーひどいわこれ、マジか。やばいこれは最悪だ。また外れかこれは。いやー流れが良くないな。入ったね、強い。845かな。1がすごい勢いで追い込んできてるけど、845かな。外れてもうた。1がすごい勢いで来てるけど、さすがに厳しいでしょこれは。刺したらすごいけど845か。いやあれ841か。6レースね終わりました。841、なんと岡谷選手が最後の最後ね、藤岡選手を逆転しての3着ということで、岡谷選手すごい追い込みでしたね。中村選手もものすごいスタートでしたね。いや車検の方は外れてしまいましたんで、7レースね、なんとかして当てたい。大穴をね、狙っていきたいなと思います。7レースね、そう見た感じなんですけど、ね、3号車の、ね、尾形選手すごくよく見ましたね。2号車の伊藤翔吾選手に若干引っかかってインコースに行くような動きをしながらも質問3人、これ結構いいタイムだと思うんでね、尾形選手ちょっと狙ってみたくなりましたね。しかし4号車の松山選手も、ね、質問3人とかなりいいのでね、こちらも狙ってみたいなと思います。7レース買いました、ね、3号車の尾形選手から1457と4の松山選手から357の全通りということで、はい、もう松山選手とね、尾形選手に期待したいなと思います。さあ頼むよ、3号車と4号車。はい、なんだなんだなんだ、スタート遅れてねえか。よしよし、346いいんじゃね。346はつけない。あーあの落車選手落車してしまった。あらお選手が落車ですね。これ346になってくれ。どうしよう、どうしよう、ないしょ、ないしょ。いや、肩のリサさん、リサちゃん、走っちゃう。さあ、刺して早く。やばいよ。ああ、やばいよ。早く行って。あとさん、なんだよ。46は勝てねえよ。46は勝てねえよ。やばいやばいやばい。46は勝てねえよ。リサちゃん頑張れ。リサちゃん2着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 あ3着3着2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 着リサちゃん2着リサちゃん2着残って416で頼む。リサちゃんリサちゃん2着よし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 。リサちゃん2着リサちゃん2着416頼む。リサちゃん2着残って2着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 よしよし416416416よし416
4着、よーし、当たりましたね。7レースね、416でね、的中しました。100円だけなんですけれどもね、なんと10万つけました、10万円。見事ね、大穴的中しましたんでね、いやよかった。よくね、松山選手も指してくれたし、で肩のリーサ選手もよくね、2着残してくれたなって感じで、46持ってなかったんでヒヤヒヤしましたけどもね。いやー、 YouTube でね、初めて私10万車券をね、当てるところを皆様にね、お見せすることができたかと思うとめちゃくちゃ嬉しいですね。はい、この調子で8レースもまた当てていきたいなと思います。周辺の方をね、ご覧いただけたかなと思います。8レース終了時点の結果がですね、投資が67,200円で、回収が117,370円と、収支がですね、プラス50,170円ということで、なんとかプラスの方に持っていくことができました。まあそんな感じでね、この勢いを持って、9レースから12レース後編もね、頑張っていきたいと思いますんでね、後編の方もね、楽しみにしてお待ちくださいということで、本日の動画はね、こちらで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。